古代エジプトのファラオの奴隷。ファラオの侍女の絵である。侍女は、貴人の側、王族、貴族、または、上流階級の夫人に、個人的に仕えて、雑用や、身辺の世話をする女性である。駒使いの女、腰元とも言う。古くは、古事期に、豊玉姫の、樹皮とある。時代が下って、武士階級における貴人につき従う女、腰元以上の身分のもの。 次女より少し上級とされる女房などとともに、女房言葉を常に使う階級である。古代から明治初期まで、朝廷及び三宅では、侍重に相当する女性の役職、現代の女官に相当するが、現代では三宅で私的に雇うお手伝いの女性を次女と、呼び、公務員ではない。なお、宮内庁にも次女庁という官職があり、各三宅に就く。その役割は、 紳士に対する金事と極めてよく似ている。伝統的に次女はコンパニオンよりもランクは低いが、雇われ人であっても召使いではなく、その報酬には、居室と食事、旅行や、それなりの社会的地位が伴っていた。そして、下級使用人や、訪問先の竹の使用人からは、お嬢様と呼びかけられるなど、使用人に対してはその女主人と同等の優位を保っていた。 次女の仕事は、化粧、髪結い、服装、装飾品、靴などの洗濯、衣装の管理、そしてその他全般の買い物について、女主人を補佐することであった。高窓宮家が、次女募集、昭和女子大の求人票が、ネットで話題に。J、キャストニュース。2013年3月28日閲覧。区内庁職員、ありがとうございます。